これが僕の財力だ。僕も昔は金に使われる人間だった。労働に意味を見出せず、貧しいのに毎日毎日遊びほうけて、母が稼ぐわずかな金を当てにして、魔法のランプは僕を選んだ。その時点で僕は世界の勝者になった。無限の金、金さえあれば争いは起きない。貧困、差別、破壊、この世は常に問題だらけだ。そのことに胸を痛めている人たちも、ああそうだ、僕は昔とても美しい姫と、あの時恋に落ちた。もっとも、金さえあれば。